参りましょう。続いてのタイトルはこちら、チェーンソーマンです。さあこちら大人気コミックチェーンソーマンがついにマッパから待望のテレビアニメ化。まだ詳細が発表されていませんが、放送まで待ちきれないというファンの皆さんのために本日はなんと初出し情報盛りだくさんでお届けしたいと思います。まずはじめに改めて本作についてご紹介したいと思います。藤本辰樹先生作チェーンソーマンは2018年末から週刊少年ジャンプにて連載されていて、昨年末ついに第1部が完結。累計発行部数1100万部突破の大人気コミックです。悪魔が存在する世界を舞台に、少年デンジがチェーンソーの悪魔ポチタと契約し、悪魔の心臓を持つチェーンソーマンとして戦うダークヒーロー作品。2020年12月には宝島社この漫画がすごい2021男編第1位に選ばれ、2021年1月には第66回小学館漫画賞を受賞するなど多方面から注目を集め続け、さらに次は少年ジャンププラスにて第2部の連載が決定しているということで、これからますます目が離せない作品です。さあということでございまして、それではここで本日初解禁となりますテレビアニメチェーンソーマンティザー PV をご覧いただきましょう。どうぞ。Thank you.